おはようございます。12月12日朝7時14分の相場解説になります。FX っていうのは、その相場っていうのが出てますけども、ドル円の相関関係出てますよね。で、相場のことは誰にもわからないんですよね。この後の展開はこうなるに違いないとか、大きく下落が落ちるに、落ちるパターンだとかね、いろいろなことを言われる方がいると思いますけども、すべて当てにしないでください。相場のことがわかる人はいません。何が起こるかはわからないんですよ。要するに 100% そうなるってことがわかんないんですよね。で、我々は日々の鍛錬を通じて、勝率を高めているだけなんですよ。で、FX ってのは基本的には上がるか下がるしかないんで、2分の1の勝負をいつもしてるんですよね。で、普通にやると2分の1なんで、勝ちも負けもなく、そのままずっと行くんですけども、勝率を高めることによって、6割勝って4割負けるっていうのには近づくことができるんですよね。まあ、こういうふうに6割勝って4割負けるようになると、その差額の2割でずっと利益を増やしていけるんで、私がお届けしてるのはね、その程度のことなんですよ。まあ、ですんで、完璧な読みはありませんし、そこを求めることはありません。もう本当にね、4割負けても6割勝てれば、差額の2割で、あとずっと勝っていけますから、マイナスがないわけですから、それで十分かなと思ってますので、まあ、ピタリ一致するようなことを求めているわけではないんですよね。まあ、そういうふうにちょっと軽く考えていった方がいいかなと思います。どうですかね。9割勝つよりも、100% 勝つよりもね、4割負けるけど6割勝つぐらいの、そういうふうな柔らかいね、捉え方の方が私はいいと思うんですよ。まあ、ですので、私がこれから FX のことをお伝えしていくときも、そのスタンスが全く崩れることはないと思います。そして現在、私はゾーンと移動平均線使ってません。まあ、この2つを使うと、私の勝率高いからなんですよ。で、あえて両方とも使わずにやったらどうなるのかなってことで、勝率はだいぶ落ちましたけども、こういうふうに続けさせていただいてます。まあでもね、また年が明けたあたりから、ゾーンとかね、移動平均線しっかり使って、勝てるようなね、相場解説をしていこうと思います。その際でも私は、4対6、6割勝って4割負けるを目指すのみで、それ以上の勝率は求めません。それ以上の勝率を求めるために学習するよりは、自由な時間を使った方がいいんでね、本当にこの程度で勝てますんで、逆田語法を覚えるとかね、基礎用語を覚えるとか、そのぐらいで大体6割勝ちにはいけると思うんですよね。まあ、ですんで、どうしてもね、FX で随分長い間やっても勝てないなって方は、本当に基礎用語を覚えてるだろうが、それから相場の解説をね、人に説明できるレベルで理解してるだろうかってこと、そこだけを、その一番基礎のところだけを意識すればよろしいかと思います。さあ、それでは相場解説移りますね。これは日足なんですけども、こういうふうになって、ここがきっかけになって、こういうふうになっているよっていうのは今までと同じです。まあ、そこでですね、だいぶ横ばいになってきたんじゃないかなっていうようなことをお話しましたね。で、実際横ばいになっているわけなんですよ。で、次4時間を見てみますよ。これかな。4時間見てみると、これもですね、この大きな三角形、まあ、ヘッド&ショルダーに見えるよねってやつ、結局そうではなかったですよね。で、ちっちゃい三角形があって、また同じぐらいの大きな三角形があって、また同じぐらいの大きさのこう三角形があると、同じぐらいのっていうのは、こことここが同じぐらいで、こことここが同じぐらいですよね。だからこれがだからレンジの特徴だと私は捉えてるんですよね。こういうふうな大きなレンジの波があるのと、小さなレンジの波があるのが交互に来てるかなと思うんですよ。ですんで、今はこの小さな山と似たようなやつがここにも形成されるか、もしくはどんどんちっちゃくなっていって、またブレイクに向かうのかなっていうところをね、考えてます。これ4時間ですね。で、おおむね今横ばい状態なんで、エントリーしてあんまり美味しいことはないんですよね。で、ここで特徴がわかります。一つはここ、もう一つはここ、そしてもう一つがここなんではないかなっていうふうに考えてます。どういうことかというと、ここに触れると上に行くんですよね。ここに触れると上に行く、ここに触れると上に行く、ここに触れると上に行くんではないかなと思います。そして上に行くボラティリティが、ここは大きかったんですけども、ここはちょっとね、ちっちゃくなって、ここはさらにちっちゃくなるんではないかなっていうふうな、ここを今どうなるのかってことを今リアルタイムで考えているところなんですよね。まあ、ですんで、多分ですけども、ここを、この線ですよね、この線を割ることはないんじゃないかなと思うんで、買いでエントリーすれば負ける可能性が低いかなと思うんですよ。ただ買いでエントリーするにしても、天井がそんなにないんですよね。天井がこの辺ですから、どん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 落ちていってますんで、エントリーしてあまり美味しいことはないんですよ。まあ試しにね、やってみるぐらいのことはいいかと思いますよね。だからその際は、ロットを 0.01 とかに落として、試してみる、鍛錬してみるっていう方法かなと思います。だから今んところエントリーして美味しいことはないなと思ってるんですけども、もうすぐしたらですね、ブレイクして大きな、
陰線とか陽線が乱発されるんじゃないかなっていうこともいつものパターンですね。まあ、これも外れることがあると思います。いつものパターンだけでも外れることがあるんだけども、ただ勝率を高めるためにこれをやってるってことですね。本日は以上です。皆さんはね、やっぱりこうなんでそうしたのかとか、どうしてそう考えたのかってことが一つと、それはどうなったのかってことを組み合わせて毎日の相場解説組み立てていってください。それでは失礼します。